それじゃあ早速、ペイント族が住む、北の山奥に向かうよ。なんでも、関所を通っていくらしいよ。これだな。ジュアース、お疲れライス。恥ずかしいからやめろよホビー。大丈夫、奥の人笑ってたから。マジかよ。っていうか、気づかないうちに、ハッサンにレベル抜かれてるね。ほんとだな。まあでも、ハッサンホイミ使えないからね。嫌味を言うなっての。ごめんごめん。さて、さっさと用事を済ませるとするよ。ジジイ、黙って船を渡すか、神のもとに旅立つか、好きな子を選ぶんだよ。はぁ、あ、無用行為されたいの？あ、そう、ならばいい。ハートブレイクショットを行ってくれん。おいホビー、やめろって。ち、お、はぁーん。この棒先の無理にされるような場合。うわーん、みんな殺してやん。落ち着けて。む。なんだって。やったぜ。これでこのメガネを無道の餌にできる。ホビー、声に出てるぞ。あ。さてと、準備も整ったし、船で無道の城に向かうよ。はぁ、あ、いや、仲間にはならなくていいから。もうこの4人が最高のパーティーだし、なんなら船を降りてくれてもいいんだけど。まあそう言うなよ。ゲント族は回復魔法が得意っていうし、戦力になるんじゃないか？ふーん。じゃあ宿屋代わりってことで、仲間にしてやろうかな。扱いひどすぎるだろ。おお、無事に着いたね。そんな、バーバラがいないなんて、もう戦えそうにない。マジで来ないの？どうしてなんだろうな？理由がわかんないな。てぬおー、メタルスライムだー。やろうとも絶対に逃がすなよー。おうともよー。ちなみにこいつには、聖水が効くんだよ。聖水って、あの聖水か？魔物よけのやつね。あれを投げれば、必ず1ダメージは食らうから、1、2ターンで倒すことができるよ。ってことは聖水があれば、さっきのターンで倒せてたんだな。そういうことだよ。まあこいつを逃がす気はないけどね。うおー、倒した。でもレベル上がらないな。だね。かなり進んだな。レベルも結構上がったもんな。あ、マットロンだ。こいつはガキを使うから。最優先で倒すことをおすすめするよ。うわ、すごい落としたね。たまげた。チョモロ、お前のことは忘れないよ。こいつチャモロじゃなかったか？
そうだったかも。てかお前いつ蘇ったの？ここが無道の城か。やっぱ雰囲気あるね。戻ることなんてないよ。瞬殺するんだからね。僕一人でも勝つよ。え？なんじゃこりゃ。ハッサンがもう一人いるんだけど。なんなの？ハッサンがハッサンのリーダーを見たよー。やっぱりハッサンはレッドだったんだよがロケットパンチを読み込んだのか。聖剣好きな。聖剣好きな。さあ進んでいくよ。おお、
多分この先に無道がいるね。道具の整理をするよ。もう集体は晒せないからね。ハッサンは鉄の爪を装備して、聖剣好きをしてもらうよ。僕は炎の爪を道具として使って、攻撃するよ。ミレイユにはハヤテのリングをつけて、最速ゲントの杖をお願いするよ。ジョモロは、適当に回復を任せるよ。というわけで、準備が整ったよ。あとは戦うのみ。ついにここまで来たんだなぁ。絶対負けねえ。うおーおーやるぞー。